物には限度があるよっていうんで、もう少しなんとかしましょうよっていうのが、隣接リストって呼ばれるものです。で、まあこれはまあ、あれをもう少しライトに変えたもの。で、これはですね、計算機序論2とかで懐かしくやったリンクドリストの概念を使います。当然これみんなこれだと終わったかどうか分かんないので、本当はみんなこれにターミネーターをつけます。で結局これが視点、でつながっている人たち、ですから0番からは1と2につながってますよ、1番から0と2と3に行けますよ、2番から0と1と3に行けますよっていうふうになっている。で、当然同じ要領で、グラフ消しちゃいましたけど、まあ、皆さんのノートの上では残ってるでしょうから、まあ、それと比べながら、こういうふうに書く。で、まあ、これは、裏の期待としては、これはだから配列ですね。だからこれはまあ、C 言語でいう配列表現、本当の。まあ二次元配列使うか、一次元配列を使い回すか、どっちかっていうのはあるんですけども。C 言語で言ったら配列を、まあ一次元なり二次元なり。で、こっち側は、さっきも言いましたように、リンクドリスト、隣接リストをそのまんま、喋りながら書くと何か間違える。リンクドリストですね、を使います。で、当然これの方が使用効率はいいんですが、デメリットもあります。例えばこれぐらいの 4×4 のさっきのグラフぐらいのところで、リンクドリスト、隣接リストですね、を使う理由はないです。なぜかっていうと、リンクドリストは当然ここに実際にプログラムを書こうと思うと、ここにポインターがいりますよね。次につなぐために必ず。なのでポインター分だけ当然メモリを食いつぶします。ですから、その次1っていうのを書くためにどっかのメモリ空間、メモリアドレスを持ってないといけませんから、当然1個ずつにメモリアドレス分だけ、消費します。ただそれをもってしても、先ほど言ったように、使用率が 0.0 何%になると 0.01% がアドレス
です。ポインターを持つために倍メモリを食うって言っても 0.01 か 0.02 になるだけですから、そうするとまあメリットあるってことになりますが、今みたいにですほとんど充足してるときにこのメモリ倍つく使う、まあ、メモリ倍使うっていうのはそのアドレスに4バイト、例えばこのラベルを表現するのにも4バイト使うと倍ってことになりますから、それをするメリットは何にもない。あと、これのもう一つのデメリットは、これ、行きはいいですね。だから、誰かさんから見て、友達、誰々君は友達誰だと思ってますかって聞くのは、これ簡単にわかる。2番さんは0と1とさ、みんな友達だと思っている。3番さんは1番と2番さんが友達だと思っている。で、いいんですけども、特に有効グラフの時は片思いっていうのがありますから、これ、0番から見ると1番と2番は友達で、3番の人はですね、かわいそうに俺は友達がいないと思ってるわけですね。この表現を見ると、でも聞き方を変えると、じゃあ3番を好いてくれる、3番を友達と思ってくれてる人はどんな人がいるんですかって聞いたら、それは0じゃないんですね。ここにいる1番は、3番は俺は誰もいないと思ってても、3番実は1番とか2番は友達だと思ってくれてる、ありがたいことにっていう情報を調べるときにすんごい手間です。これ全部聞いて回らないといけない。この80人なら一人一人ですね、君山田君好き、君山田君好き、君山田君好きって全部聞かないとこれわからないんですね。山田君を好きな人がで、こうなっていればこっち側にパッと探すだけですから、まあ一定の感覚で聞けばいいんですけども、これはすごい手間になる。で、ほんで隣接リストのさらに工夫系として、この直行リンクトリストっていうのがあって、さらに、逆側のやつも持っておく。当然これソース側からですけれども、終点側のリストも持っておけばそれは解決できるわけですね。だから倍、ほぼ倍持つんですけど、倍持っておいてそれをやっつけるというのもあります。で、倍持ったら無駄じゃんっていう話があるんですけど、これはさっきの冗長性の話で、確かに無駄です。確かに無駄ですけども、さっき言ってた 0.01% がポインターつけて 0.22% になって、倍持ったところで 0.04% なんですね。ですから支店側じゃなくて終点側の隣接リストを持ったところで、ミクシーなんかやってるときはここなんかよりはるかに便利のいいものが出来上がるので、まあそういうときはまあこういう表現を使うということが考えられます。あとこれ実際に早いですね。100万人いて、2人しか友達がいないときは、この人に友達はって聞いたら、誰々君と誰々君でいいんですけども、もしこの